緊急で動画作ってるんですけど、なんかクラコンで声優さんに手書きで結婚発表みたいな発表させたら、なんかキレてる人たちがいるらしいんだけど、わけわかんねえな。だってさ、オタクオタク言ってるけど、ちゃんと義妹生活とか楽しめてるオタクなのかっていうのはちょっと疑問ですし、まあ俺の見立てだと多分燃えてる人たちって絶対義妹生活見てないと思うんですよ。まあ、アカネと綾瀬さんだと真逆だけど、まあ結局同居生活でイチャイチャするっていうそこら辺の展開は義妹生活とクラコンはやっぱ近いところあるからね。まあラブコメのマーケティングで難しいなと思ってて、俺はマケイン、まあ最初から追ってたわけじゃないけど、アニメ化すると聞いて、これはラブコメブームで受けると思った。プロモーションビデオを見て、これは受けると確信した。漫画版も漫画1で見て、ヤナミはバズると確信した。でも実際それ気づいたのってアニメの出来が良かったからであって、そこら辺のチェックって甘いなと思う。まあ要するに、マーケティングって本当に、ある程度ぶっ飛ばないと、今の時代だと無視されちゃうから、まあそこら辺、まあ、何かしらフックは欲しいよね。カオル花とリンとサクだってクローバーワークスがフックになってるわけだし。まあ、カオル花は面白いけど、あれなんかまさにウィンブレと義妹生活足して2で割ったような漫画だからね。マケインや逃げ若みたいなギャグがあるかっていうとまあそうでもないし。あとはまあクラコンね。あれちゃんと結婚する話だからな、本当に。というか結婚生活してなかったら割と埋もれてるしな。うん、まあ、ツッコミがあるとしたら、ひまりとしては結婚してねえだろうぐらいか。うん。ただ、ひまりとしては、あと、まほちゃんは、愛人枠狙ってると思うけどな。うん。なんていうか、俺は、マケインぐらいには売れてほしいなと正直思った。あれ、ロシデレも、ロシア語、ロシア語を叩かれて、中身原作読んでまで、これは妹の話だって知らない人多かったでしょ。俺はこんなにあれ、アニメ化する前から、これはユキ人気出るなって言ってたし、実際人気出たわけじゃん。読んでないでしょ。まあ、そういうなんかさ、作品数が多いっていうか、ちゃんと原作確認して、深掘りしていく人がそんなに少ないから、俺はクラコンのマーケティングは面白いと思う。嘘もついてないしね。というわけで、クラコンどうなっちゃうのかって、そんな感じの話でした。うん。